さあ、これから映画を皆さんは楽しみにされていると思うのですが、あのちょっとお話をしていきたいと思います。まあ、今回、その美月とゆうすけという夫婦がこうまあ、ゆうすけのお世話になったところに行きたいっていうので、まあ、奥さんついていくわけですよね。で、そこでいろんな旅先で出会っていくところに。 松さんや岩本さんがいるわけなんですが、あの皆さんにお伺いしようと思います。まあ、映画の中で特にお気に入りのシーンってなかなかないと思うんです。でも、あのま撮影の中でこれすごい印象的だったシーンだな。とかあ、ここは見ていてすごい好きだったなっていうシーンがありましたらお聞かせいただきたいんですが、深津さんまずいかがですか？<laughs> 私にですか？<laughs> えー、そうですね。これからね。見ていただく皆さんの？ 前で言うのはあれでですすけどそうです、ね、あの一番最初にあの訪れるあのお世話になった方が小松さん演じる島影さんなんですけれどもそこで浅野さん演じたゆうすけと私とで3人で夕飯を食べるシーンがあるんですけれどそのシーンがとってもあの好きで。あの 小松さんがそこは唯一あのセリフではないアドリブで好きにお話を3人しててくださいって監督がなんか演出をされていたと思うんですけどなので小松さんのとても楽しいお話を聞きながら美味しいご飯を食べたのですすごく印象に残ってますえ小松さんはそれ突然監督に好きにしゃべっていいって言われて正直どんな思いだったんですか 好きにしゃべっていいよっていうそこのシーンで言われて、はい、まあご自分でこうアドリブで喋ったっていうふうに今深津さんがおっしゃってましたけれども、はいえー、いやあれごく自然にそんな感じになったんじゃないかなと僕は思います僕のにこういう演技をしろというような指示は一切なかったように思いますがですが一番やっぱり苦労したなという思うシーンを 深瀬がそういうふうに思ってくださるのは非常に嬉しいなというふうに思っておりますがあれは監督のやっぱしお力だろうかお姉さんのコミュニケーションかなと思ったりなんかしますがえ一度だけ LG 出しましてそれからちょっと。 ギクシャクしましたけども <laughs>、ご迷惑かけました。まあ見てない方は本当にお分かんならないと思いますけど、その辺よくご覧なさいね <laughs>。ありがとうございます。浅野さんはいかがでしたか。そうですね。あのこのシーンっていう言い方ができるかわかんないんですけど、あのやっぱり本当にまあ何ですか。その例えば小松さんが出てくる建物とかっていうのが。 あっという間に姿を変えたりすするんですねそういうところだったりなんかこうああっていうはっと思わせられるような瞬間が映画のとこどこにあるんでそういうところはやっぱり自分でも見ててなんかこう切ない気持ちになったりとかしましたはい、えー、あそこは監督はこうセットでも相当こだわってらっしゃるとは思ったんですけれどもあの構想というのはどこら辺からこうあんまりこれね見る前の方にいやあのー 結構ああいうの好きなんでちょっとあんまりねええですけど、まあたかさんという美術の方が相当凝ったことをやってくれましてあのこちらがお願いした以上のお結構凝った美術、まあ、室内をあの時ガラッと変えるんですけどもあのこんなに変わってんのって僕もびっくりしたぐらい変わっていてだったらっていうのでちょっとええ。 そこが非常に目立つような演出にしたりして、まあそれがどの辺かちょっとまあ楽しみにしていただくということで、はい、ありがとうございます。小松さんはどこのシーンが特にこう思い出が残っていらっしゃいますか。そうですね。えー、とやはりあの深澤さんがおっしゃっていただいたシーンが一番難しいシーンだと思いますけど、一番やっぱりあの気になってそれでも。 ああの絵的には素晴らしいなと思ったのは私を浅野さんがおんぶをしてくれて何回も何回も NG を出しましてね1回目一回で OK だったんですけどねちょっとしたことが何かありましてもう1回っていうのはもう1回がまたおんぶしてもらうの悪いなと思いながらところが一番好きな。 絵になってしししまままいいたたと思いました監督には申し訳なかったんですけど3回も4回もおんぶさせたりしてすみませんでした、あれ <laughs> 夜中に、えー、何回も、ね、レールを引いたのかなあの長いシーンがありましたんですがあのシーンがとてもいいなと思いましたありがとうございました浅野さんはあのオンブシーンすごく印象的ですけど、はいね、やっぱり、まあ、男性をオンブするので重かったんじゃないかとは。うん そうですね、重かったですね。ううももありますすからね,でもね <laughs> これえいいいいい一一言も文句なで下ちの一つも来るとと思ぐがございます江本さんは 僕はやっぱりあの10回も20回も出した NG の本当にあの申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですけどもでもなんか申し訳なくなかったのが心の奥で全然申し訳なく思っていない自分と出会えたのが面白かったです。<laughs>